例えばジムみたいな柔軟性をつける場所みたいなとこはない？開脚でもボール片足乗っけてあげちゃえば、普通に地面についてる時よりも筋トレしていきましょう。運動不足の大学生が筋トレするって言って大体最初に思いつくのは腕立てだと思うんですよね。なのでじゃあボールを使ってちょっときつい腕立てやっていきましょう。片手にボール置いて腕立てできないっていう人も実際多いので膝つきでやっていきましょう。膝ついて片手にボール、ボールが外れないように下げて上げて下げて上げて、これを繰り返します。で、これのいいところは腹筋めっちゃ使いますね。腕立てなのに体がブレちゃうとボールもこうやってずれちゃうので、体がブレないようにプランクやってる状態みたいな。以前の動画でも紹介したんですけども、 V サポートのやり方かな、ゼロから始める V サポートのやり方でも紹介したんですけど、二の腕の裏三頭筋を鍛えたい場合は脇を立てます。で、やっぱ体のバランスを整えるために反対でやったら反対もやってあげてほしいです。腕立てがこれ結構きついので、実際に100均のボール買ってやってみてほしいです。あとは逆に足に乗っけてあげるパターン、これは膝立ちだとできないかも。膝にちょっと乗っけてみますか。嘘だ、ボールに膝乗っけてみますか。いいかもしれないですね。やっぱこれも腹筋で体の軸整えながら腕立てできるので、腕立てはねやっぱ不安定なのを足にするか手にするかっていうので負荷も変わってくるので、ぜひやってみてください。で、次腕立てをやったら何やるかって言ったら多分腹筋じゃないですか。で、腹筋やってみましょう。これの腹筋だったらせっかく物を持ってるので胸にボール当てて引き上がる、ここでバウンスさせて1、2、ひねってバウンスさせて戻る、バウンスさせて1、2、バウンスさせて戻る。で、これバウンスさせるときに一回押し込むので腹筋にグッて使います。これはいいですよ、いい運動になります。あとはそんなに汚いよみたいな、足にボール挟んで手足、手、足、手、足、手、足っていう腹筋でも面白いんじゃないかなって思います。これはね、さっきやってた柔軟と筋力のコラボレーションになるので美しい筋トレですよね。女性も男性も足をシャープにしたいっていう方多いんじゃないかなって思います。大学生やっぱり夏にパンパン履きたいとか、まあごつい、あ、男の子だったら結構引き締まったですね、細いっていうと言い方悪いですけど引き締まった足になりたいとか。で、結局大学生は男の子だったら彼女が欲しい、女の子だったら彼氏が欲しい。で、そのためにいつ頑張るか、じゃあ夏に向けて今頑張んなきゃダメなんですね。ということで足をシャープにするにはこれ挟んで、手別にここでもここでもここでもいいんですけど、これを挟み込む、ちょうど心臓マッサージみたいな、これいいですよ。これ使ったら別にテレビ見ながらこうやってできますし、ただこれきついんですよね、見た目に反して。もう痛いですもん、内転筋。やった、内転筋使うし、足動かすときにちゃんと足の筋肉使ってると思うので、全体的な足の筋力のカバー。いや、これいいですね。で、エアロビックの選手で言うと、例えば足開いて閉じたりっていうときに内転筋使うので、鍛えてると、なんだろう、よりキレのあるというか、まあ、シャープなかっこいい演技ができるようになると思います。僕もねそういうのを目指してるんですけど、やっぱ内転筋が弱いですね。これはちょっと反省点です。これから内転筋どんどんトレーニングしていきたいと思います。背筋で胸のところにボールを置く、で手使っていいので後ろにでバウンスでちゃんと反ってあげてほしいですね。この辺背筋使えてる、多分背筋って自重トレーニングめっちゃしづらくないですか。でこれ効いてんのみたいなのが多いと思うんですよ。体力ばっか使ってなんかすげえ足疲れてるけど背筋効いてんのみたいな、それだと背筋やっててつまんないので手使っていいからもう直に背筋に効かせる、多分効果は薄いと思うんですよ。でもこれやってると確実に背中は効いてくるんですよね。これちょっと真似してみてください。あとなんだろうな、やっぱ腹筋素振り台ゲーム、
こういう遊び心を交えつつ、こういう自由に使ってお家でトレーニングできたら最高だと思います。まあ、っていうことでね、まあ、僕普段体育館で運動していて結構体を動かしてる方という自負はあるんですけども、今何分ぐらいだろう、30分40分ぐらい家でボール使って運動してて汗が滲んできました。やっぱ真剣に意識してやるとそれだけ効果っていうものはついてくるので、ぜひ、そんな楽なのやってもしょうがないじゃんみたいなこと言わずに、いや0より1の負荷の方が絶対いいですからね。やんないより何でもいいからやってみるっていうのが絶対いいですから、春休みが伸びてそろそろ暇で死にそうだなっていう大学生の皆さん、ぜひ僕と一緒にボールで体を動かしましょう。はい、ということで今日は動画ご視聴ありがとうございました。もしこの動画大学生で見てくれたよって、初めて見たよっていう方がいらっしゃいましたら、同じ大学生のよしみとして底辺 YouTuber ですけども、エアロビックという体操競技を広めるためにこれからもいろんな動画で撮っていくので、もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。夏までにモテる体になりたいからトレーニングを教えてくれとか、一発芸で柔軟性を見せつけたいとか、こういうリクエストあれば僕どんどん答えていきますので、体を使うことだったら基本的に答えていくと思います。あとはもしねリクエストがあるんだったら、バラエティ系でもね全然挑戦していくつもりですので、まあ、エアロビックを広めるため、このチャンネルを広めるためだったら一肌脱ぐつもりでございます。前置き、そして最後の話も長くなってしまいましたが、皆さんコロナに気をつけて、でも体力は落とさないように充実した人生を過ごしましょう。今日は動画ご視聴ありがとうございました。じゃあね。